コウさんをね、呼び出したのも理由があってね、あ、呼び出されたというか、まあ通常通り来たんですけどね。いや、俺は今日ね、7時から起きてるんですよ、朝。はい、ありがとうございます。そんな早くから起きた。まあ、とある企画があって、で、それをやりに河川敷までもうすでに行ってきたのよ。ほんと朝苦手な僕が、早起きしてまでやりたかったことがあったんだけど、まあ、できず、三脚立てるやんって、カメラ、ね、倒れるのよ、これが。え、もうだから撮影できないの。土がめり込んだ跡がいくつかね。これ一応10万だからね。うわ、本当だ。こうやってなんかもう汚くなってるけどさ、ちょっとね、久しぶりにストレスマジで。あら、自転車もほら倒れるじゃん、風で。うん、まあそれしょうがないんだけど、ブレーキぶっ壊れてさ、その中でも俺ちょっとやろうっていう風に意気込んでわーってなるけど、嬉しいな、ちょっと込み上げてくるものがあるな。そこまでしてやる。口だけだろお前今の、絶対に。口だけやった。僕のためにストレス溜めてくれたわけな。そう、あなたがストレス溜めたわけよ。何もしてねえのに。学生やとさ、風で何か嫌や、髪の毛が崩れるとかあるじゃん。もうそんなんどうでもええ。企画は撮りたかった、俺は。いずれは撮るけど、オクラですよ。まあちょっと今日さ、パシリになってくれないかなと思って。ストレス発散グッズってあるじゃん。あれね、あれ10個買ってきて。誰が悪いわけじゃないじゃん、これっていうのは。もう天才やから。そう、あなたが悪い。すごい、なんか時間かかっとるで。時間かけましたよ。やっとるのかなと思って。ひろさん、待ってる間、ストレス解消できた。いや、もうね、消えたよね。なんと、今日、9個用意しました。一つなんか、なんかいいよ、なんでも、しろで。なんでも、驚かすでもいい。あー、これでね、一つ稼がしていただきました。今ね、痛かったから出ちゃった、今。すいません。いや、引っかかったよね。こう順番にこう出てくる感じなんだ。こう、順番に出てきます。感じで、じゃあ受けるのね。あ、そうです、そうです。まあ、定番の、はい。こんなん買ってきたのよ。あー、あるね。え、これやったことある？なんか、ブヨーって出るやつでしょ。そうそう。うわー、なんか音するぞ。まだまだありますよ。3個目いきましょう。よし、行こう。バナナか、これ。バナナか。いいよ、取って。ストレス発散だから。取れないっていうやつなんじゃないの。全部身だけ出ちゃうんじゃないんですか。出ましたけど、ストレス度今17段階で評価したら上がったな今。またこれ面白いもの上がってきたのよ。木製買ってきた。へえ、なんだこれ、どういうことだ。なんか新しいね、スクイーズじゃないタイプのやつ。木製が真っ赤。すごいなこれ。新しくない？でもくっつくんだよこれで、一生遊んでられるっていう。あ、ヒロさん、くっつかねえじゃん。ストレス度10段階中何ですか。まだ 7.5。 はい、出ました。あー、出たよー。これヒロチャンネルやったことあるね。わかんないで、これ中が水なっとって、なんかデレグルで。え、別に水じゃない、変わったのかな。何どう、まあ、ちょっと楽しいから。ちょっと楽しいから、うん、まあ6。なに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 、ちょっとやだ、気持ち悪い。ちょっとなんか首に触ってる、首に。じゃあこれ、はい、これ吸ってください。どう、普通のコーラ買おうと思ったらさ、押したね、ちゃんと普通のコーラのとこ。そしたらゼロ出てきた。吸って、言いながら吸って。これ一見いいように見えるやんか、これ簡単なやつ出てくんの。美味しくない、これ。美味しくない。あーもう、あーもう上がったよ。8です、今。8 8まで上がりました。最高潮や今。僕に先に、あー先に、先に、先に。あーもう、じゃあヒロさん、今日はついてねえな。私、ツインズ不動産の代表取締役、代表取締役。もう噛んじゃってんじゃん。こうでございます。はい、よろしくお願いします。なるほどね、好きな食べ物はピザ。あ、もう一回、もう一回、もう一回。私、ツインズ不動産のコートになります。よろしくお願いします。どうも。あ、これあなたの名刺でしたね。くぅ、さやかな、僕からのプレゼントがあります。もしかしてコンビニの上のとこに置いたやつはないやろな。でも財布なくしてるから今、財布のプレゼント。うん、何でしょ、こんな好きなやつね。なんか自社ブランドみたいな。いや違う、掘ってきたから広めって。入ってるぞこれ。5万円で。いや、それ大したお金じゃないです。1億くらいあるんじゃないのこれね。中身これメモ帳だろ。9 9 9。あ、怖い。あと
ち上がったらどうなるんだ優しい気持ちになろうとして。そうだね、そう、確かに確かに。ツイッターでもちょっと書いちゃったけど、やっぱりなんかこう、よくないよね、そういう発信者としては。ネガティブな気持ちは良くないと思うから、うん、それは、分かった、俺も大人になるわ。よし、じゃあ次行きます。よし、んどうぞ。んこれまで使うからね、自分ちでね。OK、次は自分ゲームよーい。よーい、次は次の次の次の29秒世界記録。うラストだね。はい、ポテトチップスね。どういうこと、どういうこと、思いっきりバーンやってる。これ大取りでええのけ、ほんとに。それワン。うわあはは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 はやったよやったよということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、今はね、もうゼロです。あ、ゼロ。バカなことやってたら、ツインズとしてのグッズが25日まで初のグッズができたので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。バイバーイ。